半島日本語は現在多くの言語学者がかつて朝鮮半島の中央部と南部で話されていたと想定している絶滅した飛竜語族の一種古代の文献に記載されている地名が論拠となっている三国式は668年に終わる三国時代についての歴史書であり古典漢語で記されている三国式の37巻は主に 白木に征服された、高栗などの地名と、その意味について記述がある。これらの記述は、1907年に、内藤コナンによって、最初に研究され、1960年代のり、気分による一連の論文から実質的な分析が、始まった。例えば、海骨一雲水木という文は現在水原として、知られている都市について述べている、海骨一雲水木、海骨、 一に言う水木これは、海骨という文字は、名前の音を記録するために使用され、水木という文字は、その意味を表すという意味である。このことから、海と骨はそれぞれ、水と都市の地元の単語の発音を表していると推測される。このようにして、これらの地名から80から1 0 5語の語彙が抽出されてきた。外野骨のような文字は、 おそらく中古中国語の何らかの方言に基づいて音写されていると考えられるが、これらがどのような音であったかは研究者の間に合意がない。この近似の方法の一つに、節印などの当時の印書に記載される中古音を使用することがある。これによると、外話 M と発音される。もう一つの方法は、15世紀の中期朝鮮語の朝鮮漢字音をもとに、 名という音を当てることである。場合によっては、同じ単語が類似した音を持った別の文字で表される。これらの名前から抽出された単語のうち何個かは、朝鮮語やツングース語に類似している。在庫される4つの数字べてを含む、他のいくらかは、非流語に似ており、現在は絶滅した非流語と、禁煙な言語がかつて、朝鮮半島で話されていた証拠として、多くの研究者に、 支持されている。これらの言語を研究した最初の研究者らは、これらの地名はコークリの領土に当たるため、それらはその州の言語を表していたはずだと仮定した。また力文とサミュエル・ラムジーらは加えて、地名の音と意味を表すための漢字の二重使用は、朝鮮半島南部の諸国よりも早く漢字を受用していったであろう。コークリの記録者によって行われたとする仮説を提唱した。 彼らは、コークリ語が日本語、韓国語、ツングース諸語の間につながりを形成したと主張する。クリストファー・アイ・ベック・ウィズは、自身の研究において、これらのほとんどすべての単語が、非流語と同根であると提唱した。彼は、これが、コークリの言語であったと考え、これを、日本イコール、コークリ語族とベック・ウィズの呼ぶ一つの語族であったと、みなした。ベック・ウィズはこの語族は、 紀元前4世紀に遼寧省西部に存在し、一つのグループが海から朝鮮半島南部と九州に、他のグループが満州東部と朝鮮半島北部に、他のグループが海路で琉球諸島へ移動したとしている。ただし、コリアンスタディーズの書評で、トマペラールは、ベックウィズ自身による中高音の最高のアドホックな特徴や、非流語の資料の使い方。 また他の言語との同根語の可能性を軽率に排除していることを指摘し、ベックウィズの言語分析を批判している。歴史家のマーク・バイントンによる別の書評では、ベックウィズの移住説の基礎となっている参照した辞書の解釈に疑問が投げかけられている。他のイクタリカの研究者は、提案された比留語との同根語を持つ地名はどれも大同根の北にあるはずの高ーの歴史上の 元凶に分布しておらず、抗体王妃などの地域の碑文にも、比留後の形態素が確認されていないことを指摘している。三国式で君釈のある地名は一般に、朝鮮半島中部からのもので、この地域は高栗が、九だらや、他の国家から5世紀に奪ったものであり、地名は高句麗の言語ではなく、それらの地域の言語に由来すると提唱している。この説はこの地域の言語が、 複数の言語集団を反映していると考えられる理由を説明するかもしれない。また、河野六郎と金宝館は、クダラは、非流語族との二重言語使用であり、これらの地名は、庶民の言語を反映していると主張していた。カヤ諸国の唯一の記録された単語は、非流語であったと何人かの研究者は考えた。また、アレキサンダー・ボビンは、古代中国と韓国の文書に登場する、 韓国南部のいくつかの単語と地名に関して、非流語を使った語源を提案している。上に説明したように、何人かの研究者は、三国式に記載されている地名の訓釈は、くだらの初期の言語を反映していると思っている。加えて、両書の第54巻に記載されている4つのくだら語の単語のうち、2つは日本語と比較されるかもしれない。 白木とその前身の新刊のいくつかの単語は、中国の歴史家によって、義主の第30巻と、領書の第54巻に記録されている。これらの多くは朝鮮語族のように見えるが、少数は非流語の形態と一致する。例、村、村、村、上代日本語村、村。三国式の第34巻では、白木の旧地名と8世紀に、 慶徳王の下で二次で統一されて割り当てられた朝鮮漢字音の名前が記載されている。解消前の地名の多くは韓国語としての語源が成立しないが、比流語族だとすると説明できる。例えば、それらのうちいくつかが含んでいる要素であり、上代日本語のミティ、道に似ている道良いよ地などがある。カヤ諸国は6世紀初頭に白木に侵略されるまで、 日本との貿易関係を維持していた。三国式の第44巻で記載されている一つの単語が日本語と比較される。からごいいもんためはり。からごにもんをいいてりょうとなす。りょうという発音が上代日本語でもんを意味するつうにと比較される。チェジュ島のことをかつて示した単羅、村が日本語で谷の集落を意味する谷村、または人々の集落を意味する。 タミ村が語源ではないかと提唱した。チェジュ島南西部にあるガム山という村は、神山という古名がある。こち名の最初の文字の神は韓国語で、ギャム、カムと読むことはできないが、ボビンは最初の音説はもともと上大日本語の神に神と同族の単語であったと提唱した。日流語族の和社が、紀元前700年から300年頃に朝鮮半島から、 日本列島に移住し、最終的に列島先住言語にとって変わったことは、広く受け入れられている。朝鮮半島における、無文土器文化の担い手が現代日本語の祖先となる日、竜語族に属する言語を話していたという説が、複数の学者から提唱されている。これらの説によれば、古代満州南部から朝鮮半島北部にかけての地域で確立された。 朝鮮語族に属する言語集団が北方から南方へ拡大し、当時朝鮮半島中部から南部に存在していた日、竜語族の集団に置き換わっていったとしている。この過程で南方へ追いやられる形となった日、竜語族和社の集団が弥生人の祖であるとされる。この朝鮮語族和社の拡大及び非竜語族和社の置き換えが起きた時期については諸説ある。 ジョン・ホイットマンや宮本・和ズらは、満州から、朝鮮半島南部に移住した比流語族和者が、無門土器時代の末まで存続し、琵琶型道剣の使用に代表される、朝鮮半島制道器時代に朝鮮語話者に、置き換わったとしている。一方で、アレキサンダー・ボビンは、朝鮮半島の三国時代において、高麗から、朝鮮語族和者が南下し、くだら、白木、 カヤなどの国家を設立するまで、朝鮮半島南部では、非竜五族和者が存在していたとする。ありがとうございます。